いやそれにしても暑い。暑い時こそカレーってことで、今日はバターチキンカレーでも作っていきます。まず骨付きの鶏もも肉の油を軽く外していきます。ざっと綺麗になれば OK です。そしたら塩を全体にしっかりめに振ってなじませていきます。一晩鶏肉寝かせるんですが、ここで塩をしっかりと入れておきたいです。まあ大体で OK です。はい、 OK。続いてブラックペッパー、皮目にまんべんなく振っていきます。古い鶏肉じゃなかったらなくてもいいぐらいかも。そしたらそれをジップロックに入れてカレー粉とヨーグルトを入れていきます。量とかは適当です。適当というか大体でやってます。鶏肉がしっかり浸るぐらい入ったら OK です。で、全体に行き渡るように揉んで空気抜いたら一晩寝かせます。1日経ちました。まずは玉ねぎのカットからです。皮むいてみじん切りしていきます。今回は1個半使いました。みじん切りできたら鍋に入れてオイルと塩、あとは入ってるんわからんぐらいのニンニク、これを甘くなるまでゆっくりと火入れしていきます。こんな感じになったら一晩寝かせた鶏肉をイン。そこにトマトのホール缶も一缶入れます。どうせグズグズになるまで煮込むんで、もう掃除とかはしないです。こうやってヘラで潰しながら煮込んでいきます。あとは秘密道具の魔法の粉入れて煮込んでいきます。1時間ぐらい経ちました。中身を確認していきましょう。具材がいい感じに崩れてたら味を整えていきます。蜂蜜4種ぐらいとバター結構しっかり、ちょっと鶏ガラスープの素入れて OK。 盛り付けます。ちょっと固めに炊き上げた白米に鶏ももルーよそって福神漬け死ぬほど入れてください。いただきます。うん、熱いけどうまい。ご視聴ありがとうございました。